こんにちはこんばんは、岡原です。私は今、ブラック神宮へ来ております。ブラック神宮、ここはで,ですね、はい、こちらですね、こちらで2016年新年を占うおみくじを引きたいと思います。さあ、こちらのおみくじなんですけど、まあ、知ってる方いっぱい い,っぱい,いますよね。10円のものと30円のものがありましてね、えー、こちら10円のものになりますと基本的な今日ばっかり出るんですけどたまに大吉とかが基地とか出るんじゃないかという感じですで、ね、もう1個のこちら30円のおみくじこちらはですね基本的に1枚は基地が出るというものになっておりましてね、えー、今回は所持金は私73円持っておりまして、えー 10円のおみくじを1回と30円のおみくじ2回、えー、2016年新春の運試しということで引いていこうと思いますさあね、えー、右側でもねフードをかぶった美子さんがグラスを片手にそして銃も片手にさあいつ引くんやいつ引くんやとばかりに睨みつけておりますが早速ね、えー、引いていこうと思いますじゃあ10円のおみくじいきなり引いちゃいましょう 暗号機、銃、交換、はい。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 今日ばっかりですね。もう何が今日なのかがちょっとわからないんですが。あ、これなんか、なんかこれ、わかりますかねよく見てくださいね。眼帯の向きは違えど、わかる人はわかるんじゃないかそう。スネーク。眼帯の向き的に反り出すスネークなのか うん、なかなかかっこいいのが弾けましたね。なかなかいい感じなのかな。全部今日だけど。まあノーマルということですね。さあ、本題行ってみましょうかね。こちらが本番ですね。えー、30円のおみくじいっちゃいましょう。さあ、何が出るかな。はい、レジェンドいいね。はい、ノーマル。 いい,レアうん、いいですね。なかなかいいゴー。ゴーゴンはそんな使わないというか使わないんだが、うんまあ、なかなかいいですね。スペクターのジェスチャー。 ヘッドショット。ああ、あれですね。あれが出ましたね。さあ、最後に行ってみましょうかね。30円のおみくじ、ラストチャンス。2016年を占う、このおみくじに書きましょう。さあ、行きましょう。さてと、何が出ますかね。うん、レアが出まして、ノーマルが出まして、レアが出まして、これは今年はそんなに幸先が良くないというふうに見ていいんですかね。うーん、あまりパッとしませんね。バッテリーのジェスチャー。バッテリーなかなか使いますからね。首締め、後でちょっと見てみたいところですね。えー、今回の 2016年の新春おみくじ、こんな感じとなっています。もうお金が13円しかないですね。えー、ミコさんものんびりとグラスを片手に、銃を片手に、こちらをずっとにらみつけています。はい。ということで、えー、今回、ブラックマーケット、計3回引いてみたんですけど、あもう1回10円のものが引けましたね。失礼しました。10円のもの、もう1回引いてみましょうかね。もうここは。 占っていくしかあありませんさあどうでしょうかコンバットナイフに、うん、ディンゴに、まあ、あれですね、エンブレムのデカール、出ましたね、まあ、こんな感じで、えー、所持金がとうとう3円ということになってしまいました。ということでね、はい、改めてブラックマーケット、今回4回ですね、4回引いてきまして、うーん、まあ、エピックとか欲しかったですね、やっぱり正直なとこ言うとね。 うん、レジェンドかレジェンド出てもゴーゴーあんまり使わないんですよね自分うーん使わないというか使いたくないというかまあまあまあその辺はいいとして、えー、今回ですね、えー、ブラックマーケットを拭いてこっちのおみくじでもあとリアルのおみくじでもね僕は毎年まあいているわけなんですけどねまあ近くの神社に行っておみくじを 引いて、まあ、今年の運勢を占ってみようということで確か去年はですね大吉を引いてなかなかいいなという感じでスタートが切れまして、まあ、去年は実際いい年だったかというとまあいい年とは言えるんじゃないかなと思いますねいろいろと不満もそれありますよね不満のない年なんてありませんでもなかなか、ね、いい感じの年になったと思いますで早速ですね、えー、昨昨日日ですね昨日 おみくじを引いてきまして、そのリアルのですよ、リアルのおみくじを引いてきまして、なんと100円で、えっ、ー、と、おっきい、なんていうんですか、おみくじって、そのお、おっきいじゃないな、おみくじって書かれた筒を振って、そこで番号が出て、その番号の引き出しから取っていくっていうのが、まあよくあったりすると思うんですけど、それをやってきました。で、それをやってきたんですけど、えっ、ー、とですね。 お普,通の普通のサイズのおみくじの,その筒があって、もう1個なんか隣にどでかいサイズの筒があってでその、そこにいる巫女さんじゃないんですけど、ちょっと巫女さんじゃなくて、残念って言ってからな <laughs>、残念って言ってからな、まあ、そこの係のおじさんに、こちらの大きいのも100円なんですかって聞いたんですけど、あ、これ100円でいいですよって言われたんで、もうどうせなら、ね、大きいのやるしかないですよねで。大きいのなんですけど、本当に大きいもので、ちょっと参考になりますかね。 マジでこんな感じの大筒、このおみくじの筒で UAV 落とせるんじゃないかってくらい、本当に大きかったんですよ、本当に大きいおみくじの筒を思いっきりガラン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 と振りまして、で、なかなか出てこないなって逆さにしてもずーっと振り続けてたわけですよ、こんな感じでこんな感じで、こんな感じでガーって振って、やっと出たのが、なんと100番の数字でしてあ、あ100番ってなかなか今回いいんじゃない って感じでいい数字だなぁと思ってね、後ろのおばちゃんもね、番号はいいね、番号はいいけど、実際どうなんだろうね、みたいな感じで出てきてね、うーん、実際なぁ、ということでね、早速もらいましたおみくじを。パッと開いた瞬間、なんと、残念ながらね、今日という結果が出ましたね。で、今日という結果出まして、えじっくり読んで、ざっと言いますと、すべてが悪い。2016年はすべてが悪いと出まして、はぁ、あ、 という感じで、ね、うん、まあまあまあ、仕方ないな <laughs> という感じになりましたね。早速ね、えー、木にね、よくありますよね、枝とかに結んで、えー、それで、なんていうんですかね、あれ、枝とかに結ぶ由来とかってそんな詳しくないんですけど、まあよくありますよね。で、それをね、やってまいりました。はい、今年2016年、今日で始まったか、実際どうなるかな、結構ね、 今年は僕にとってもなかなか重要な節目と前も動画で言ったかもしれないんですけど重要な節目でありましてなかなかちょっとスタートが悪い感じでハラハラドキドキの2016年になるのかなという感じがいたしますはいでは今回はねブラックマーケットで、えー、BO3 でおみくじそしてリアルの方でおみくじを引いたよというちょっと雑談的な感じで、はい、なってしまったんですけど はい、今回は、えー、この辺にしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。またね、いつも通り、えー、ゲーム実況、プレイの方も、えー、やっていくので、えー、頑張っていきます。はい、以上からでした。さようなら。